丸の内線は、東京地下鉄が運営する、鉄道路線、東京都豊島区の池袋駅杉並区の、小木久保駅間を結ぶ本線と、中野区の中野坂上駅杉並区の、法南町駅間を結ぶ、分岐線から構成される。鉄道洋欄における名称は、4号線丸の内線、及び4号線丸の内線分岐線である。なお、新宿荻窪間と中野坂上方南町間は、 開業当時は、お木く線と呼ばれていた、路線名の由来は、東京駅付近の地名である丸の内より、1970年の住居表示制度実施より、千代田区の丸の内は、丸の内へと表記が変更されたが、地下鉄線の表記はそれ以降も、丸の内線のまま変更されていない。車体及び、路線図や乗り換え案内で使用される、ラインカラーは、スカーレットである。 方南町支線の車両には、ご乗車防止のためラインカラーの赤帯に加えて、ブラックの帯が入っている。路線記号は、本線が M、方南町支線がメガバイト。本線は、池袋駅から東京駅を経て、新宿駅まで山手線の内側を U 字型に走行し、新宿駅からはそのまま直線的に、小木久保駅まで走るルートを取る。方南町支線は、 本線の中野坂上駅から分岐し、方南町駅まで至る。方南町支線の途中に中野車両基地があり、入出港を兼ねた運用も存在する。使用車両は二0系六両編成と02系六両編成。方南町支線専用の02系八十番台三両編成である。中野車両基地に集う02系多路線との営業車両による直通運転は行われていないが、 赤坂三つ駅の国会議事堂前駅側に銀座線との渡り線があり、同線車両の点検整備や留置のために中野工場や中野建築小石川分室へ改装される列車が通る。過去には同線車両による隅田川花火大会などのイベント臨時列車運行時に利用されることがあった。ただし銀座線のトンネルは丸の内線のトンネルより小さいため、 物理的な理由で丸の内線の車両が銀座線に入線することはない。小石川車両基地で急速する例2系。東京地下鉄の路線では銀座線とこの丸の内線の未標準機で第3機上終電方式を採用している。このため駅や分岐器の前後にデッドセクションが存在するが丸の内線では例2系以前から銀座線より 高南町支線用に転用された二線型を除いて、車両に電動発電機を搭載することで、室内灯の消灯を防止していた。なお、丸の内線の建設以降は、郊外各線との直通を行う方針に沿う形で、架空線式にて建設されたため、東京の地下鉄としては、最後の第三機上方式の路線となった。また、明型に、高楽園館、 お茶の水淡路長官の神田川、橋梁、四谷駅付近と地上走行区間がこまめに存在するために地下鉄でありながら車窓を楽しめることも特徴の一つである。また地下鉄は用地買収の都合から公道の地下を通す場合が多いが道路線は私有地の地下を通過している部分が多い。丸の内線の一本路線はほぼ全ての区間が 開削工法によって建設されているが、霞ヶ関赤坂見つけ間の230メートルほどの区間は、日本の地下鉄としては初めてシールド工法で掘削を実施した。これは、霞ヶ関駅の付近のトンネルは約15メートルと深く、当時の開削工法では建設が困難であったためである。掘削にあたっては、最初に側壁シルベを築造し、それを土台に、 半円形のルーフシールドマシンで掘削するものである。この構造は半円形ルーフシールドトンネルと呼ばれるものであるが、その後は円形シールド工法が主流となったため、この方式による掘削は駅ホーム部で採用例があるのみで、駅間では行われていない。1925年3月30日に内務省が告示した東京都市計画高速度交通機関路線網の5路線の うちの第4号線、新宿四ツ谷三つけ日比谷築地柿柄町、岡地町本郷三丁目竹林町を2日間 20.0km に位置づけられたルートを前進とする路線である。このうち新宿四ツ谷三つけ築地間は東京高速鉄道により計画され、1938年に開業した赤坂三つけ駅は当初から2層構造となっている。 デ都高速度交通営団発足後の1942年6月に赤坂三つ家四谷三つ家間 1.2km の建設に着手したが太平洋戦争の戦局悪化により1944年6月に工事中止となっていたその後1946年12月7日に従来の計画を改定した戦災復興院国時代252号 東京復興都市計画高速鉄道網が告示され、この時の第4号線は中野区、富士見町、新宿四谷赤坂三附長田町、日比谷東京神田お茶の水本郷三丁目府、坂町池袋都島区向原町の 22.1km である。1949年12月12日、A 団は第4号線の内池袋神田間7.7。 キロメートルの建設を決定し、1951年3月30日、池袋駅東口で非公式が開催された。1953年11月4日には、国鉄神田駅付近を経由することが、予算的、後期的、技術的に困難なことが明らかとなり、大手町を経由するルートへの変更を告示する。1962年の都市交通審議会答申。 第6号において、東京4号線は、小木久及び、宝南町の各方面より、中野坂上、新宿、赤坂見つけ、西銀座、春日町、池袋及び、向原の各方面を経て、成増方面に至る路線として示された。その後、1968年の道東新第10号では、終点が成増から池袋へと短縮され、 池袋伊勢は8号線として分離された。このうち、最初に開業した池袋お茶の水館は、英断地下鉄銀座線、大阪市営地下鉄御堂筋線、四つ橋線に次ぐ、日本4番目の地下鉄として開業した。その後、丸の内経由で、新宿方面へ順次延伸され、1959年までに、全通、さらに丸の内線の延長線として、 小木久保線が建設され、1962年までに全線開業し、同線の車庫への改送線も兼ねた方南町支線が建設され、同年に全通、1972年に小木久保線を丸の内線に編入して、現在の路線網を形成した。1995年3月20日に、霞ヶ関駅などで発生した無差別テロ事件、地下鉄、 サリン事件の現場となった路線の一つであり、多数の死傷者を出している。1990年代後半に、小木久保から練馬区を経由し、浅香方面への延伸に関する陳情が、東京都議会で出されていたが、計画が具体化することなく結局消滅した。山手線の新宿駅池袋駅間が開いた、U 字型の路線のため、 山手線内部での比較的短距離の流動が多く、支線以外の路線は山手線と似たダイヤ構成になっており、本線と支線の列車は中野坂上駅で相互連絡するようにダイヤが組まれている。全線を通した所要時分は本線で49分40秒、支線では6分25秒となっている。平日朝ラッシュ時、夕ラッシュ時は、 自動放送の中で乗り換え放送が省略される。平日は、新宿駅池袋駅間において、朝夕ラッシュ時約1分半2分間隔、日中4分間隔で運行されている。池袋駅小木久保駅間の直通運転と、池袋駅方南町駅間の支線直通運転を基本とする。朝夕と深夜には、車両基地への入出庫のため、 池袋駅、妙賀谷駅や中野富士見町駅、新宿三丁目駅、中野坂上駅が始発、終着となる列車が設定されている。大晦日から元旦の終夜運転は池袋駅、小木久保駅間の全線で実施される。高楽園駅が最寄りの東京ドームでコンサートイベントが行われることから2010年代前半よりその対応として一部時間帯で 終夜運転列車を増発している。この増発列車の一部は、池袋駅銀座駅間の運転であるため、終や運転実施時の年1回のみではあるが、銀座駅発着が設定されている。なお、銀座駅発着は2019年の台風19号で、銀座駅小木久保駅間で折り返し運転が行われた際にも設定された。 車両は2000系トレー2系の本線用6両編成を使用する。平日朝夕ラッシュ時は約4分間隔、日中は6分40秒間隔で運行されている。中野坂上駅方南町駅間を往復する列車と池袋駅方南町駅間の本線直通列車が基本的に運転されている。朝夕と深夜には池袋駅中野富士見町駅間の列車、早朝と 休日夕方に、中野富士見町発法南町行きの列車、入庫の関係で平日終電頃の2本のみ、小木久保発中野富士見町行きの列車がある。車両は、基本的に、法南町支線専用車である02系80番台3両編成と、本線直通運転用の02系2000系6両編成が使われる。このため、法南町支線内の駅は、 6両編成分のホーム有効長を確保し、ホームドアにも対応している。現在運用中の支線専用02系80番台は、開業以来初めて、法南町支線専用に製造された車両で、本線とのサービス格差をなくす目的で1996年に登場した。それまでは、本線との直通列車を除き、銀座線で使われていた100系、2000系、 本線運用から外れた500型といったすべて、比例棒の中古車両が長らく主力として使用されていた。本路線は開業以来、保安装置にダシュ式 ATS 装置を使用し、最高速度は時速 65km とし、1981年11月以降、所要時分は本線49分50秒、方南町支線7分00秒で運転されてきた。その後、 西新宿駅開業時に、本線は50分40秒に増加した。そして、1998年3月7日には、全線での新 CSATC 化を踏まえたダイヤ改正を実施し、本線では最高速度を時速 75km に向上させ、所要時分は、本線48分15秒、方南町支線6分20秒に短縮した。 さらに2001年2月には本線においてブレーキ操作の信頼性を図るため定位置停止装置の使用を開始した。続いて、方南町支線においても2002年11月からタスックの使用を開始している。その後、工術するホームドアの設置に伴い全線での所要時間に見直しがあり2007年8月30日の ダイヤ改正では1分25秒増加した49分40秒となった。法南町支線も現在は6分25秒となっている。東路線の全駅に可動式ホーム柵が設置されている。ホーム柵は一計3製作所制である2004年5月8日に法南町支線にホーム柵を設置し、同年7月31日には、 中野坂上方南町間で運行される3両編成の区間列車に限ってワンマン運転を開始した。池袋小木久保間については2006年6月の小木久保駅と南阿佐ヶ谷駅を皮切りに翌年9月までに本線全25駅に順次設置され設置された駅から順次稼働を開始した。ただし銀座駅とお茶の水駅は一度は ホーム柵を設置したものの、車両とホームの隙間を調整する工事を行うこととなったため、正式稼働は2008年3月23日からとなった。ホーム柵設置当初は、車掌が柵の線路側にあるボタンの操作により、ホーム柵の開閉を行い、案内放送にホームドアを使用していますを加えた。2007年12月1日より、 車両ドアと柵が連動して開閉するようになり、車掌は車両側のドアスイッチのみを操作していた。東京地下鉄では本線へのホーム柵設置について、乗客の安全性向上のためとの見解を示していた。本線用車両では2005年2月からホームドア連動ワンマン運転対応改造を実施してきており、2007年8月までに全編成の対応改造を完了した。 この時点で、ホームドア連動、車上 CCTV の設置や、自動放送装置、車内表示機の改修などが実施された。その後、2007年11月から2009年1月かけて、ATO 運転を実施するための改造工事が実施された。そして、ATO 対応改造車が出揃った2008年12月27日からは、タスク運転から ATO 運転への切り替えが、 実施された。その後、2009年3月28日より、丸の内線全線でワンマン運転を開始した。この間、2008年6月14日より、車載メロディが使用開始された。この時点で ATO 運転を開始したのは、本線の池袋小木久保間全線と、宝南町支線の中野坂上中野富士見町間を走行する6両編成列車とされた。 その後、2010年5月には、中野坂上方南町間を走行する3両編成の、区間列車においても ATO 運転が開始され、丸の内線前線全列車において ATO 運転が実施されている。ワンマン運転開始と同時に車載メロディをわずか1年弱で、一旦使用を停止し、池袋小木久保間の各駅にて、方面枚別の発車メロディを、 使用開始したが、この発車メロディはすぐに使用中止となり、再び方面物車載メロディを再開させていた。発車メロディの使用中止となった理由は不明である。2012年2月1日より、再び駅別発車メロディの使用開始した。ただし、四谷駅と池袋駅では放送装置の回収が追いつかなかったため、2月1日の使用開始後数日で、使用が休止したが、 3月になってから再度使用開始した。また、ラッシュ時には今まで通りの車載メロディを使用する。ただし、明ヶ谷駅では近隣住民からの苦情により、車載メロディ、発車メロディともに使用を中止していたが、2009年12月21日より、早朝、深夜の時間帯を除き、江団時代からの発車ブザーの使用を再開した。 これには発車メロディの明動システムが流用されており、乗務員が運転台の乗降促進を車上側からホーム側に切り替えて操作している。前日の通り、2008年6月14日に車載メロディがまた2009年3月28日からのワンマン運転開始に伴い、明画谷駅を除く各駅に従来のブザーに代わり発車メロディが導入されている。 すべてスイッチの制作で、塩塚博福島直也、谷本隆義、松沢健、熊木理沙、三富健介、若林豪太、串田徹の7組が作曲を手掛けた。曲名は、スイッチの音源リスト及び同社が運営する、鉄道モバイルによる、法南町駅のホーム6両編成対応化に伴う2019年7月5日の、ダイヤ改正時に発車メロディが導入されている。 すべてスイッチの制作で、塩塚と福島が作曲を手掛けた。なお、車載メロディは、本線と同じ曲を使用する。池袋お茶の水館が開業した1954年1月20日当日の池袋駅は、見物目的の客が多数押し寄せて、大変な混雑となり、営断地下鉄側が臨時出発口を設けて、 対応に当たるほどで午前10時の時点で池袋駅から乗車した者の,の数は1万5000人を超えていた。またこの日、神田の商店連合会ではその開通を祝って花火を打ち上げたり神田側に屋形船を運行させたりして大騒ぎだったと当時の新聞に掲載されている。丸の内千建築士によると四谷赤坂見付の設計図にはカーブの半径が 182.11と記載されている。この数値を戦前のヤードポンド法に換算するとちょうど200ヤードになる。この区間は戦時中の1942年に建設が開始されている。他の東京メトロ路線では駅ホームでの接近放送はすべて間もなくが分頭に来るが、道路線ではお待たせいたしました。また JR 仙雪続駅のうち池袋、お茶の水、 小木久保で国鉄線を線と各路線名に言い換えた国鉄分割民営化当初のセリフを2019年の更新まで継続していた新宿駅新宿三丁目駅は駅間が300メートルしかなく東京メトロの中で一番駅間が短い区間であると同時に距離に対する運賃が最も高い区間となっている小木線として開通した新宿小木間は 青梅街道の地下に建設されたが、開業当時は、地上の青梅街道を、地下鉄おぎくぼ線と全く同じルートを取る、都電杉並線が走っていた。しばらくは、両線が並走する形となっていたが、おぎくぼ線全線開業の翌年である1963年に、都電杉並線は廃止されている。ありがとうございます。